今まで今日はいいよ200m? そう200m 声の入りはどうでしょうか。あ、おじいちゃんこっちで、おーい、あ、日陰はやっぱりいいね。日陰が良くなっとって秋は楽しみです。こんにちは、小夏です。今日は私が撮影に最近使ってるこのマイクについてレビューしたいと思います。でね、結構最近っていうか、まあ、ちょいちょい過去の動画でいろいろガジェット系のカメラだったりマイクだったりレビューしてるんですけど、まあ、ガジェット系も結構私好みなので、まあ、ガジェット系もその辺のレビューもしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日使ってるのはダダダダンダンほてん見えるかな、ほこのサロモニックのマイクです。実はこのマイクはちょっと前の動画から使ってるんですけど、結構音声良くないですか。なんか声の入りとかすごくいいと思うんですけど、なんかその私が喋っとるのと合わせて例えばもう一人喋ってみてとか、いろいろちょっと今日試してみようと思います。はい、ということで商品の方詳しく見ていこうと思うんですが、商品の名前がですね、これちょっと箱をドドドンとまだ見せてなかったので、これがですねサロモニックのブリンク900の B2 っていう商品です。でマイクなんですけど、これがかなり性能が良くて、もうこれずっと使うんじゃないかなってぐらいめっちゃいいです。ちょっとじゃあ商品の方あそこに並べてるので見ていこうと思います。本体と付属品はこんな感じです。もうこれ見たらわかるように付属品がめちゃくちゃ豊富です。もう普通だったら別売りで買わんといけんようなものがたくさん入ってます。もうこれには超感動しました。んで、まあ、この箱の中に入ってたんですけど、本体というかマイクが入ってるのは、まあ、このケースの中です。もうこのケースもすごいんですけど、まあ、ちょっと後でお見せしますね。でこっちの方なんですけど、日本語のちゃんとした説明書がついていたのと、サロモニックのステッカー保証書っていうのが入っています。でこっちのすごいのがね、このまず感動したのがラベリアマイクが2つも付属されています。これがねないやつ多いんですよ。でもこれがついてるっていうのがすごくありがたいです。でさらに、まあ、これにつける風防だったり、あとはケーブルを巻くマジックテープみたいなこういうやつとかもついてたり、あとちゃんとマイクの風防しっかりしたモフモフが入っていました。であとはこのケースを充電するこの充電ケーブルタイプ C ですね。あとはこれ実はこのマイク自体が携帯にも普通に使えるので、まあ、それに対応できる Android も、まあ、iPhone も対応できるケーブルが2本ちゃんと入っています。すっごいケーブルだらけだ、素晴らしい。あとは、カメラとマイクを接続するため のこのケーブルなんですけど、ここがくるくるになってるのがめちゃくちゃありがたいです。なかなかねこれまっすぐだったりするんですけど、こうくるくるなのがありがたいです。しかもこのここの部分両方曲がってるやつとこっちはまっすぐなやつついてます。だけどまっすぐにしたい場合と曲がってるやつ使いたい場合どっちも使えるので、いやこれもすごく心配りが あっていいなっていうふうに思いました。じゃあ次に本体を見ていきます。これがマイクのケースなんですけど、このケース自体がすごくて、この横を見るとこんな感じで充電できるようになっております。だけどねこれごと充電できる、ケースごと充電できるっていうのはすごくありがたいです。これ早速じゃあ開けてみます。デレレレーンデレレレーン、あ、結婚の曲になっちゃった。ははい、じゃん、青空が光ってますね。ちょっと待ってよ。この RX って書いてあるのが受信機側です。で、あとの TX は違う、恐竜だ。TX ってやつの2つのやつが、私の胸元とかにつけとった送信機側になります。っていうか思ったんですけども、このケース自体、ちょっと言ってなかったんですけど、めちゃくちゃこれいいです。なんかね、高級なメガネケースみたいな質感で、すごくハードで中守られてます。ほんでこうやってチャックでこうやって開け閉めするんですけど、ここにフックとかもついてて持ち運びにはめちゃくちゃいいです。本当にメガネケースサイズです。ほんで押しポイントが私的にたくさんまだまだあるんですけど、パカッと開けてこのマイク逆さにしてもこうやっても
全然落ちないです。これはなんでかっていうと、ここ磁石になっとって、ここがカシャンって感じで入るようになっております。だけど、充電もシュッてちゃんとしやすいし、あとはなくしにくいってところも、すごくいいところだと思います。私、ものすぐなくしちゃうので、これは超ありがたいです。で、じゃあ一つ一つ見ていこうと思うんですけど、まず電源ちょっとオンにしていこう。長押し。まずは私がここの胸元に最初オープニングの時につけとったこの TX っていうマイクの方です。これがまずマイクの方ですね。受信機こんな感じです。で、液晶画面今電源オンにしているので音が入ってるとこういう風にゲージが動きます。まあ、こうやって残量とかゲージが見えるのが分かりやすいです。わあ、なんか小指が立ってるわ。はい、そして側面のところにもいろいろ機能があるのでちょっと側面見ていきます。まずは上の面、この上の面には声が入るところのマイクの入る穴があります。で、この横の隣の穴はですねラベリアマイクを挿すところです。まあ、ここから通してっていう風にします。こっち側はこのマイクを充電するための、まあ、タイプ C の挿すところの穴があります。だけど本体のケース入れんくてもこれだけ単体で充電することもできます。下側は特に何もありません。この面は電源ボタンと、あとプラスマイナスの、まあ、操作ボタンがあります。はい、そして裏面なんですけど、裏面はクリップ状になってます。まあ、こんな感じで、ここをこうパカッてして、クリップで洋服とかに挟んでつけるようになっております。でね、ここがマグネットのやつもあるんですけど、両方使えるやつが私は一番いいかなと思って、このクリップだけだと、ここにやった時にこうベローンって、なっちゃうのでマグネットもあるしクリップ出しっていうやつが一番私はいいなって思います。ここで訂正です。さっき私がマグネットついちゃったらよかったにっていう話をしちゃったんですけど、これ実はマグネットついてました。これ100均で私が買っとったマグネットなんですけど、これを洋服の中に入れてほっ、はい、マグネットつけれました。やるじゃないか。このカメラ側につける方は、この私の胸元につけるマイクよりも若干大きい。ほんのちょっとだけ大きいです。この RX って方。まずは液晶画面。今電源オンにしてるんですけど、こんな感じです。もう2つのマイクの方をオンにしてるので、どれぐらい音声が入ってるかゲージとかでわかると思います。あとは残量もしっかりとここで見ることができます。液晶画面が結構見やすいです。ほんでじゃあ上の方からいきますね。上の方なんですけど、このアウトって書いてあるこっちのここなんですけど、ここにケーブルを挿してカメラとこの本体をつなぎます。で、こっち側のイヤホンマーク、ヘッドホンマークの方は音声確認するときとかにイヤホンとかヘッドホンここにケーブル挿して音聞くための穴です。ほんで次、こっち側は、これもですね、同じように、さっきと同じように、ここだけで、まあ、充電できるので、タイプ C の、ケーブル挿して、これも充電ができます。ほんで、下側は特に何もありません。こっち側、これもさっきと同じように、電源ボタンとプラスマイナスの操作ボタンがあります。裏面も、全部同じでクリップ式になっているので、こんな風に、クリップで止めることができます。なんでカメラとかだったらここにホットシューのところにこうシュッてこれをクリップを差し込んで取り付ける形になります。さっき言い忘れてたんですけど、風防ですね。ここに TX の方、私のマイクの方で声が入る上のところの穴にこの風防を取り付けることができます。穴がこんな風になってるので、これを上からカシャッとはめるだけです。カチャカチャっては言わんかったけど、こんな風につきました。これで、ちゃんと風が吹いても多分大丈夫だと思います。ちょっと後で風風実験やってみます。はい、ということで、このサロモニックのマイクにまた戻りました。音声の入りはどんな感じでしょうか。ここにクリップで取り付けてるんですけど、やっぱクリップだとちょっと前倒れにちょっとなります。洋服の、まあ、やつによってはこんな風になるんですけど、まあ、声の入りをちょっと確認するということで、この辺ではどうでしょうか。こんな感じで、
こんにちは。小夏です。こんな感じです。どうでしょうか。こっち側はどうでしょうか。こんにちは、小夏です。こんにちは、小夏です。こんにちは、小夏です。なんか謎な光景ですが、まあ、こんな風にあの音声の入り確認してもらえたと思います。じゃあ次に夫婦チェックしてみます。ここに息を吹きかけて、どうですかね、風とかが結構あのこのままだとやられちゃうと思うんですが、風防をつけてみます。ディリン、はい、じゃあ夫婦してみます。こんな感じで、あの風防の役目を果たされているのでしょうか。ちょっと後で確認するのが楽しみです。で、これだけじゃなくて、ラベリアマイクを使って風防でっていうやり方もあるので、それは実際にサンベで自転車こいだときにやってみました。じゃあちょっとそれ、あの実際に取り付けてみますね。はい、ラベリアマイクをつけてみました。こんな感じで胸元にクリップでピッてつけてるんですけど、声の入りはこんな感じです。でこれをすることによってこの本体丸ごとボーンってつけらんでいいので、まあ、見た目が良くなったりすっきりしたり映像の邪魔しなかったりっていうメリットがあります。だけど、まあ、これあのラベリアマイク欲しいなって人はこれがついとるっていうのがすごくありがたいです。で、これ今声入りこんな感じなんですけど、フーフーしてみるとどうかな。このマイクのちっこい中にも風防のちっちゃいやつは入ってるんですけど、そのクッションだけだと、まあ、心もとないだけん、あのちょっと大きめの風防もあります。濃いこのやつつけてみます。こんな感じで、大きめの風防をつけていますが、声の入りはどうでしょうか。あとは風とかがね、こういうのなあのちゃんと遮られるのですごくいいと思います。多分これで結構暴風が吹いてもちゃんと声の入りはいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これのままだと分かりづらいので、ちょっと3弁の時に自転車こいだあの映像をお見せしますので、あの風の入りとか見てもらったらと思います。どうぞ。はい、今ですね、電動アシスト自転車で三瓶山付近を自転車で走っています。電動アシスト自転車です。でね、結構20キロ以上出てるので、スピード速いんで、音声がどれぐらい取れてるかちょっとわかんないんですけど、一応あのマイクは風防付きのマイクに変えて、撮影してます。声の入りとかどんな感じでしょうか。風切り音とかもちょっとこんな感じで、まあ、自転車乗った時とかの参考になればと思います。今ね、下りだけん結構こういう風に、音がね、わーってなったかもしれないね。いやー、はい、いかがだったでしょうか。あの結構あの自転車こいでる感じだとめちゃくちゃボーって言ってて、自分の声があんまり聞こえらんようなくらい風の音がすごかったんですよ。だけど、あの後でデータを確認したら結構声が入っちゃって、結構びっくりしました。え、こんなにちゃんと入ってるんだって思ったぐらい、あの声がしっかり入ってました。あれはアクションカメラにつないだんですけど、かなりあの使えるなって思いました。でこういうワイヤレスマイクって、あのもともとこのラベリアマイクが使えるやつってあんまりなかったりするので、ラベリアマイク使いたいっていう人はこれ使えんってなっただけでそのマイク選択肢が全然もうなくなるんですよ。だけどもうこれ使えるやつで探すので、あのラベリアマイクが使えるワイヤレスマイクっていうのはすごく ありがたいです。しかもあの相性があるので、マイクによってラベリアマイクとマイクっていうのが相性があるので、まあ、そこを探さずにもう最初からセットされているっていうのがもうめちゃめちゃ素晴らしいです。はい、ということでここからは2人で声の入りの実験をします。ちょっとおじいちゃんに手伝ってもらわんと、ちょっと2人やらんといけんのんですけど、これでちょっとマイクの声の入りをねやってみます。はい、そんで今までモノラルだったんですよ。でデフォルトがモノラルだったんですけど、それを今設定変更してステレオにしました。でまあそれでまた音質の違いとかもちょっと比べてもらいたいんですけど、まあ、声おじいちゃんなんか喋ってみて。あ、
今日はいいお天気ですね。あ、すごいなんか教科書みたいなね、暑いよね。暑い ね、 草もボーボー生えていけるわってとこなんですけど、冷えが今何度、今40度はないやないだろうか。ここで40度はない変化だけど、まあ、でも35度は超えちゃう変化。35度超えちゃうね。ねえ、うん、暑い。40度近くだな。40度近く、まあ、気持ちはもっとある。暗汗だくです。はい、こんな感じで声が入りどうですかね。で、今この距離なんですけど、なんか距離がね、200メートル離れてもいけるらしいので、ちょっと離れた実験もやってみようと思います。200メートル？そう、どこで測る？200メートルもどこもないね。200メートル、だいぶ遠くになっちゃうけど、うん、離れて。暑い。200メートル？200メートル。200メートルは、まだ中距離には入らんな。そう、そうなの。それ陸上の話？え？陸上？そうか、おじいちゃんは陸上やっとったもんね。おじいちゃんはもともと足が速い。長距離がね、好きだった。あ、長距離の選手だった？うん。あ、そう。そうだそうです。長崎からね、うん、鹿児島の辺までね、うん、あれ、リレーでね。リレーで走ったの？うん。すごい。一人平均20キロぐらいかな。20キロも？うん。すごい。倒れてしまうわ、私だったら。あの、長距離ランナーのね、うん、日本一の人、あれはなんて人知らんかいね。わからん。金栗かいな。わからん。その人とね、握手したりね、へー、うん、並んで写真撮ったりね。すごいね、おじいちゃん、九州まで行って。っ、うん、そうそう。なるほど、おじいちゃんは長距離の選手だということが分かりました。ということで、200メートル離れてやってみます。はい、ということで200メートル離れた実験をしようと思います。あんまね、200メートルがどこら辺かあんまよう分からんのんだけど、ちょっとね、結構えらい距離離れちゃうんで、ちょっとずんずん行けるとこまで行ってみようと思います。おじいちゃん、じゃあ行くか。ん？おじいちゃん、でもその辺で喋っとってもいいよ。あそこにカメラがあるけん、なんか喋っとってもいいよ。うん。ということで、私はずんずん離れていきます。おじいちゃんは何喋っとるかわかりません。さすがに、なんか言ってんな。午後の後、日陰は涼しいわ。よいしょ。秋の兆しが来ておりますね。よいしょ。ボンボンボン。なんか言ってんのかな。はもうこれ今50メートルぐらいかな。発音のところが今年は3件4件あります。なんか言ってるわ。全然聞こえんわ。声の入りどうでしょうか。ああ。でもここまで入っとったらすごくない？おーい。これ100メートルくらいかな。どう？まだまだいけそうかな。どうなんだろう。声の入りはどうでしょうか。あ、おじいちゃんこっち向いた。おーい、声入ってますか。ちなみに後ろ向くと、おーい、声入ってます。もしかしたら途切れてるのかもしれない。やっぱそれはまあしょうがないと思う。ほーい、こんな感じです。どうかな。もっといけるかな。すごい距離じゃない。もうおじいちゃん待ちぼうけ。だいぶいける。こことかどうかな。入ってますか。ほーい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 。飽きたかな、おじいちゃん。よし、じゃあ戻ります。てってでー。よし。あー、日陰はやっぱりいいね。涼しくていいわ。なんか喋ってんのかな。喋ってくれてると嬉しいけど。暑いな今日は。さすがに
ちなみにちょっと小走りだとこんな感じです。よいしょ。どうだった？え？なんか暑い暑い。暑かった？うん、そう。これなんか赤いな。え？あ、これはなんか果実、葉っぱか。なんか葉っぱでした。今しかあのトカゲかと思ってた。トカゲ？うん、トカゲでしょ？ねえ。貴重ね。ということで声の入りの実験はこんな感じです。ちょっと後で聞いてみて楽しみです。おじいちゃんも何言ってたんだろう。放送できるといいけど。はい、じゃあお家に帰るか。暑いけん。よし、活気が良くなっとって秋は楽しみです。なんでギャルみたいな言い方すんの。やばい。近っ。秋が楽しみです。美味しいけね、この柿とは。うん、はい、ということで今回はこのあのマイクをレビューしたんですけど、これから私のメインマイクになると思います。めちゃくちゃいいので、もう悪いところが正直言って上げられないなって自分の中ですごく使って思いました。なんだろうね、悪いところはあんまないような気がします。で、すごくいいなと思ったのはまず音質がすごくいいのと、あと距離離れても大丈夫っていうのと、あと持ちがめちゃめちゃいいです。私が今まで使っとったやつの倍ぐらい長持ちしとって、普通に撮影を何時間もした後でもまだ半分残量残ってんじゃんっていうのが最近すごくあります。それがすごくびっくりしています。あとはケースごと充電ができるし、ケースに入れただけでも充電ができるっていうのがすごくメリットだと思います。他にもね、めちゃめちゃいろいろメリットがあるんですよ。で、今回紹介したのがもうすべてなんですけど、すごい使い勝手が良かったです。だけラベリアマイク探して、ラベリアマイク付きで音質良くて、でなんかワイヤレスマイクいろいろ探してるっていう方はもうめちゃくちゃおすすめなので、ぜひぜひ概要欄からリンク飛んでみてください。でですね、一つだけちょっとネックっちゃネックなんですけど、これすごく金額は安いものではないです。税込みで5万820円です。かなりマイクとしてはすごく高いんですけど、それなりの機能がすべてギュッて備わっているので、なのでそこは値段相応かそれ以上かなっていう風な性能だと思いました。なので気になる方はぜひ見てみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 SNS もやってますので概要欄から飛んでみてください。ということでまたねー。